スポーツ大学院箱根駅伝順位予想ついに決まりました。それでは紹介します。ゴーちゃんでーす。よろしくー。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。今日は97回箱根駅伝やってまいりました。はい、この箱根駅伝、まず概要から、1月の2日3日、どっちもですね、午前8時のスタートになります。そして、大手町、東京大手町から神奈川箱根の芦ノ湖まで、217.1キロを走ります。往復でね。で、三大駅伝の最終戦となります。二重大学がね、出るんですけども、あと1校は関東学生連合の1チーム、オープン参加ということで、全部で21チーム出るような感じです。各区間約20キロというね、ハーフマラソン並みの恒例の駅伝になっております。そして、こちらはもう知っての通り、関東の大学がですね、参加する大会になってまして、去年の優勝は青山学院大学と、強かったですね。まあ、東海大学がね、連覇するんじゃなかろうかと言われた中で、青山学院大学がね、復活っていうか2年ぶりの優勝したわけなんですけども、この、去年のね、成績がここに載せてます。1位青山学院大学からずらーっとこんな感じですね。20位筑波大学まで。オープン参加はあるんですけど、ちょっと入れてません。こういう20大学が去年走って、そして、10位以上、こちらの10位以内がですね、シード権獲得して予選会を走らなかったということになります。でこちらは予選会を、走らなくちゃいけなくなったということになってます。去年の青山学院大学のね、作戦が、やっぱり大学生ということでした。今年はね、絆大学生というものになってます。ね、絆を大事にしていこうとか、あと、こういったコロナの影響でですね、いろいろあったんで、そこで絆をもっと深めようというような原監督の意図があるみたいです。はい。こちらはですね、令和最初の箱根駅伝になったんですけど、今回は令和2回目と、令和になって2回目ということになります。青山学院大学、10時間45分23秒で、大会新記録で、一番早く、まあ、箱根を走ったチームということで、記録になってます。そういう意味でね、高速化してる箱根駅伝になってますけども、2021年の順位予想、まだちょっと早いのかな？早くはないか。もうね、そろそろやっていかなくちゃいけないんで、私やりました。そしてね、この2021年の順位を予想して、その区間予想もしてみようということで、これから動画をやってまいりたいと思います。早速ね、2021年の順位予想に行きたいと思います。こちらです。ドーン。はい、こちらです。はい、箱根駅伝はこうなる。2021年順位予想、あくまで勝手に予想してますね、僕が。もうね、12月の半ばなんですけども、あともう2週間ちょっとしかありません。だからね、もう予想もしていかなくちゃいけない、急ピッチで。ですから私、今ね、2週間前なんですけども、予想をしたいと思います。はい。で、まずね、一番予想しなきゃいけないところは天候と僕は思ったんですけども、雨か雪を予想してます。もう2週間後なんですけどね。雨か雪を予想してます。まあね、晴れてね、気分のいいところで走るっていうところもある、気象条件もいいところで走るっていうところもあるんでしょうけど、雨か雪が今回はね、ちょっと降るんじゃなかろうかと思います。結構そういったイメージないと思いますけど、そうなればね、いろいろ順位も変わってくるんだと思いますんで、そういったところからちょっと予想していきたいと思います。まあ勝手にね、雨か雪じゃないかということを勝手に予想してるわけなんですけども。はい、予想したのはこちらになります。1位はなんと東海大、2位明治大学、そして3位青山学院、で、4位から駒沢、東洋、帝京、早稲田、中央、順天堂、国学院と。これがですね、シード権を取るんじゃないかと、と僕は予想しました。そして、11位、12位が城西大学、創価大学ぐらいの合わせになるんじゃないかなと。僕は思ってます。そして13位がこういう風ですね。ここは順不動です。ですから、順位はつけれないんですけど、13位がこうなるんではなかろうかと、勝手に予想しております。このね、12大学、ここの、まあ、12位まで、他の動画でね、区間予想をしてみたいと思います。箱根駅伝までね、まだまだあるんで、一つ一つね、やっていきたいと思っています。こちらはですね、注目する選手がいます。そこをこう挙げてみました。拓殖大学、ラジニ選手。多分、2区を走るんじゃなかろうかと思います。で、法政大学、鎌田選手。こちらも2区じゃなかろうかと思います。そして、神奈川大学、野村選手という方がいます。で、日体大、池田選手ですね。で、山梨学院大学、森山慎吾選手。そして、国士舘大学、ライモン・ヴィンセント選手ですね。そして、専修大学、木村選手1年生。そして東京国際大学、イエゴン・ビゼント選手。という、このね、選手たちをね、区間賞候補だと思いますよ。ですから非常に注目して、この人たちの個人的なものも応援できると思いますし、まあ、楽しい見てでも、と思います。はい。ということですね、こちらは注目するランナーなんですね。で、こちらにも注目するランナーいっぱいいますけども、この今エントリーが出てすぐなんですけど、16人選ばれてます。その中でね、僕がもうここを選んだのはですね、もうね、見た中でね、16人のね、やっぱりね、層が厚いということと、やっぱり持ちタイムがいいということと、あとはやっぱりね、必
監督さんがね、いい采配をやっぱりしてるんじゃないかなと思います。それとはやっぱり全日本大学選手権の結果も踏まえた上でですね、ちょっとこういう風になっているっていう感じです。そしてね、区間エントリーの時にね、一人一人の分析とかもしてるんで、そういったものも伝えてはいきたいんですけども。そして、サポートの重要性。あとはね、漏れた選手、もしくは補欠になった選手がですね、給水だとか、あとはタイムをこう読み上げるとか、あとはこう、鼓舞をするとか、走る選手のね、とかいう、サポートもね、やっぱりこの箱根駅伝には重要かと思ってます。チームワークですね、要は。そういうところができるチームがですね、やっぱりね、強いんだと思うんですね。まあ、そういうことで、今から戦いはもう始まってるんだと思います。こういうことも含めたらね。で、まあ、なぜ1位、東海大、明治、青山、こうなってるのかというと、東海大、失敗しないんじゃないかなと。全日本でですね、前半悪いところがちょっと見えたんで、私は箱根路は修正して失敗しないんじゃないかということと、あとは、諸角監督がですね、前半型にするんじゃないかと思います。往路型ですね。で、その中で、往路で、うまいこといけばですね、2位、3位までいけば、袋を揃えれると思うんですよ。選手をですね。だから東海大にしてます。そして、まあ、やっぱり黄金世代が抜けた後にですね、黄金世代が抜けた後頑張らなきゃいけないんだという部分でね、ものすごくこう力をね、発揮する大学だと僕は信じてるんですね。これなんでかというと、全日本大学駅伝。でもですね、結局強い強いと言われて、2位になりましたね。で、優勝も仕掛けてますね。ですから、まあ、そういった部分があります。はい。で、2位の明治大学はね、今一番乗りに乗ってる大学と思います。多分、近況といえば一番じゃないですかね。明治大学と駒澤大学が。でもね、明治大学のね、なんか僕はね、ライブでね、明治大学は2位はないんじゃないかとか言ってましたけど、やっぱりいろいろ考えてたらね、なんかありそうで、雨か雪か降りますからね、っていう感じです。そして、青山学院大学、駒澤大学、東洋大学、帝京、早稲田、中央、順天堂、国学院と行くわけです。まあ、これはね、区間予想のね、動画でまたいろいろ説明していきたいと思いますけど、こういった形に今回はなっております。ということでね、いろいろ言いたい方もいると思いますし、視聴者の皆さんもね、いろいろね、僕ならこうだという人もいると思うんで、もちろんコメント欄、いろいろください。はい。ということで、今回ね、箱根駅伝の予想ですけど、こういった形になっております。あとですね、最後にちょっと皆様にお伝えしたいことがございます。私ども、この動画のね、前にですね、箱根駅伝ドラフト会議というのをですね、私とスタッフのヨッシーとでですね、やりました。その動画は多分概要欄見ていただければあると思うんですけども、そのドラフトというのがですね、投票制で、どっちのチームがね、勝つのかっていう勝負をしております。そして罰ゲームがね、宙吊りのジェットコースターみたいな形になってます。今現在12月12日なんですけども、この12月12日現在で32対24でヨッシーが勝ってます。ということでね、こちらのね、投票の締め切りが12月25日の午前0時に、締め切りが迫ってきてますんで、それまでにね、動画を見ていただいて、どんどん投票してください。そして僕ね、今、さっき言ったように負けてるんで、どしどし、どうちゃん強いよというようなことをね、お願いします。よし、笑ってますけど、僕をね、応援してください。よろしくお願いします。はい。ということで、今日は、箱根駅伝はこんなのの動画でした。ありがとうございました。